はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミジです。では今回はハーツオブアイアン4対王国プレイ続きをやっていきましょう。もうここまでに数十国の主要、ドイツ、イタリア、そして日本は降伏済みなので、あとは日本の傀儡国と未だ抵抗を続ける、数十国軍側を侵食しながらですね、タイとしての領土の拡張拡大を図っていきたいと思います。では早速時間の方を進めていきましょう。戦後を考えて少しでもね、領土を拡大しておきたいですからね。まあ、フランスも同じくして日本への領土拡大を図っているところなので、ここはねできれば負けじと先んじて領土の拡大を図りたいところなので、思い切って軍を進めていきましょう。まあ、もう残っているところで言うとどうでしょうね。中華立憲共和国、蒙古、あとは満州、この辺りですかね。一方、連合国軍側、あとはソビエト側で立ってみると、やっぱりイギリス関係が戦争勝利への貢献度が高い。あとアメリカとソ連ですよね。ここをちょっとでもね、ポイント稼ぎをしておきましょう。今ただ輸入関係でいうと基本的に全て賄えてはいるという状況なので、生産のラインを増やすにはやっぱり工場系がもうちょっと欲しいかな。まあ、それでも工場50までは超えましたね、ようやく。原子力の研究なんてもうすぐにでもやめて、さっさと研究枠の増加をしたいぐらいですけどね。まあ、あとは進行していっているとはいえ、インフラが脆弱なので補給がね、ちょっと遅いというのも少し進行を妨げる、進行速度を遅くする理由にはなってしまってるんで、まあ、ここはね本当にちょっとでも早く、フランスよりも早く進撃するっていうことを考えるとどうなんでしょうね。多少の犠牲を払ってでもガリガリ積んでいった方が結果的に国力がね上がりそうな気はするんですけど、戦争が最終的に終結するともちろんビクトリーポイントに
戦争の貢献度によって割り振られる主張の順番でどれだけいい領土を獲得できるかというのは変わってくるんですけど、そうは言ってもね、なかなか戦争終わらなそうなんで、どうでしょうね。資源マップで言うとどうしてもここの鉄21は欲しいんだよな。ここの鉄21が入ってくると鉄を輸入する必要がもうなくなってくるかなというところまでいけるんで、できればそこまでね進撃をしてしまいたいんですが、ここまでは、まあ、割とというか普通にというか順調に来てるんでね、このまま押し進めていくというのでいいかなと思います。ニューフェイスだね、これ、ニューフェイス。今までいない。ニューフェイスで合ってるよね。彼もじゃあ、前線へと、入ってもらいましょう。まあ、ちょっとね、軍の数としては2師団なので、まあ、だいぶしょぼいかなというのはありますけど。輸送船がないんで、ちょっと強襲上陸がかけられないっていうのはね、遊ばせてしまっている沖縄にいる軍勢が、まあ軍勢というかね、兵が、ちょっともったいないですよね。とはいえ今生産のラインに輸送船をガリガリ増やす余裕はないので、まあしばらくはちょっとこの状態で我慢するしかないかなっていうところだな。
自動車化代替の機動力と、まあ、両方的なもので、まあ、もう少しね、進撃のスピードを上げていきたいなというところなんですけども、どうしてもね、この人的資源の不足を解消できないでいるので、ここを解消しない限り、先には進めないんですよね。お、あとここであれだな、全成人徴兵に切り替えができましたね、今。できるとちょっと思ってなかったけど、できたな。工場の生産量、造船所、建造速度、訓練時間、この辺は下がりますけど、ただ、徴兵化の人口がガッと増えるのはありがたいね。これで一気に増えていけば、まあ、この全成人徴兵の後はもう残っているのは根こそぎ動員だけになってしまうんで、根こそぎ動員はちょっとありえないかなって考えると、まあ、ここまでですかね。まあ、根こそぎ動員にしたことによって人的リソースがね、今後回復したとしても、今度は装備品がね、生産効率が落ちていく、建造速度も落ちていくっていうところがあるので、まあ、トレードオフにはなってくるんですけどね。本当にね、大きくなりましたよ、タイも。こうやってみると、まあ、さらに満州とかね、その辺まで、領土を拡大できれば本当に一大大国、列強入りも夢じゃないんで、なんとかねしていきたいんですが、まあ、オーストラリアとかも地味に強襲上陸かけてきてるんでね、本当にもうここは競争ですね。南昌までそうすると軍を進めるっていうのがいいのかな。自動車化代替の目標は南昌に設定しましょう。
師団数をちょっと確認しとくとどうですかね。ラッタナ行進、まあ、タイですね。ここが74師団が、まあ、今活動中と。一方のイギリスが224師団か。まあ、さらに、イギリス領インド200師団。まあ、大国化っていう意味で言うと、100師団以上持っていないと、ちょっとその、列強入りっていう意味では難しいのかな。アメリカのに関してはもう338。ソビエトは400。まあ、量より質、質より量、どっちがいいのかっていうのはもちろんあるんですけどね。さあ、ただ、ぐい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 、やっぱ自動車化大隊の方は、進撃のスピードが速いですね。で、民事工場、軍事工場。いずれにしても、軍事工場かな、こっちは。軍事工場を得てるので、軍事工場で、生産のラインを増やしていきましょうか。まあ、もちろんこのタイのね、軍だけでここまで飛躍はできなかったので、運よく中国が降伏してくれた後に連合軍が日本に対してね、先制というか攻撃を始めてくれたおかげで、本当にタイの領土が一気に広がってきましたね。こうなってくると何章を先に誰が取るかっていうところだな。フランスより先にタイが取ってしまえば、さらに戦争貢献度が上がってくると思うんで、そこをちょっと目指していきたいですね。まあ、まずはやっぱり南章。南章を取って、南京。まあ、ここまで進撃できれば、戦勝ポイント、第2位、第3位ぐらいは狙えそうかな。まずはそこまでですね、南章、南京と目指していきましょう。で、中継も取れればなおよしというところかな。まあ、中継を取れば、中華帝国。の首都攻略で、南京を取れば東京陥落後の日本の首都、これを奪取で、南昌を取れば中華立憲共和国の首都奪取ということで、だいぶ
国威が増すんじゃないかなと思うんですよね。では、軍事工場が50を超えているので、このまま進んでいけば、追加の研究枠、これがね、取れるんじゃないかなと思います。南章を誰が先に取るかだな。オーストラリア軍も海岸から上陸かけてますからね。ストライキか。どうする？ストライキ。まあ一番下、自ら進んで働く人々の中から新たな幸福を探しましょう。まあ確かにね、ここまで戦争続きですからね。しかも全成人徴兵っていう結構無理な徴兵もしているんで、ストライキを起こしたい気持ちはよくわかります。が、この後のね、国の繁栄のために。特にオーストラリア軍がな、これ南章に一番近いからな、今。日本軍を排除しないと南章に近づけない。我々に比べてオーストラリア軍は南章までの距離が単純に近いですからね。まあ、どれだけ守備隊がいるのかっていうのはありますけど。で、まさか南京を狙われたりなんかするとね、目も当てられないんで。じわりじわりと南章まで迫ってきてますね。まあ、ただこっから先は日本軍の方の士気も高そうなので、ちょっと進撃のスピードが遅くなるんじゃないかなっていう懸念はありますけど。ちょっと穴が開いちゃうのかな。そうするとね、ここがね、
ここの穴を埋めにかかりますか。そうするとや、何章までの距離が長いね。よし、輸送車の2がこれでできたので、まあ、この後ね、その工場に余裕ができればさらに先に進めていきたいところではありますけどね。はい、ではちょっとね、動きが鈍くなってきてますので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、引き続き南昌、南京、この辺りをね、攻略していくというところを、続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。